今回テリーさんが初監督作品ということなんですが、面白いです。テレビなんかの、まあ、ドキュメンタリー的な、ね、バラエティやってたんで、まあ、その手法で やるのが一番自分の中ではやりやすいし、まあ、そして10億円稼ぐというタイトルも映画の興行成績で 何十億円儲かったっていうのはよく聞きますけども、お金を10億円稼ぐというテーマで、まあ、やっていくようなものっていうのは日本の映画史になかったと思います。この10億円稼ぐっていう映画見てもらうと分かると思うんですけども、別にテリーとだから10億円稼げるっていうんじゃなくて、今この映像を見てる皆さんもですね、この映画を見るとあ、そうか、こういうやり方だとお金儲けできるんだということを本当にですねリアルに描いてます。今現在、いや就職できないからもう一年浪人しようかなと思ってる皆さんもね、この映画見てください。この映画見るとね、そういう悩み吹っ飛びます。逆にテリー等のやり方古いんじゃないか、私だったらもっと新しい、やり方で金儲けできるよということだってたくさん出てくると思いますよ。ですから10億円と言わずですね、20億円30億円このキャラクタービジネスでですね、稼いでください。私はですね、映画の中でここにいるナリティ、実は世界の国で11カ国と契約ができました。そしてさらにその11カ国からですね、エージェントがやるから最終的には40カ国ぐらい行くのかな、そんな、世界に飛び立つキャラクターになっています。今回キャラクター決めたのもミクシーの中でね、自分の作品を発表してるですね、もう有能なですねイラストレーターの皆さんたくさんいます。もうその中からね、何人かを呼んでですね、いっぱいそういうデザイナーの方いらっしゃるんですよ。ぜひ皆さんもね、これを見て、あ、こういうやり方でキャラクター決められるんだったら私もネットから探そう、でも私のね、近くに絵の描ける人いるからあの人に頼もうってことでできますので、別に有名なですねイラストレーターの方に頼む必要ないです。あなたの周りで描いた人の方がもしかしたらね世界に受けるかもわかんない。チャンスはまあ身近に転がっているという。本当そうですよ。ぜひ皆さんもね、この映画を見て、チャンスを自分で掴んでほしいなと思います。そういう意味で言うとこの映画は、全ての人に夢を与えられるなと思ってます。なかなか契約が決まらないってことですよね。いや、僕もこの映画スタートして初めて分かった部分があるんですよ。それは何かっていうと、そう簡単にはサインをしてくれない。そして海外の場合は特になかなか決まらない。まあもちろん国内も今このご時世ね、円もこんなに高くなって大変ですよね。そういう中で話は聞いてくれるけども、最終的な犯行はなかなか押してくれないなっていう。業界にいるとなかなか世間のことって分かんないんですけども、今回ばかりはいや本当世間というのは大変なんだなということを改めて感じました。はい、テリーさんがテンションがすごい高かったと思う。いやね、テンション高くしないと2年半ですからね、はい、まあ僕が言い出しっぺなんで、僕がひるむとスタッフ全員の資金も影響してくるんで、から元気で頑張りました。本来は全部ネットの中で交渉して、ネットの中で契約して、ネットの中でお金も動いちゃうっていうのかと、映画としてはね平坦なものになっちゃう。それをどうスペクタクルと、そして売れないその5人の女の子たちがこの2年間でどういうふうに成長していくかっていうところも見ていただければ、なんか違う意味のドキュメンタリーなんですけども、そしてお金儲けの作品ではあるんですけども、ヒューマンな部分も見れると思うんで、ある意味精神ドキュメンタリーになっているかなというふうに思っています。これはね、先日山田優ちゃんも
このゆーちゃんは黒を使ってるんですけども、まあ、気に入って、でこれはなんかね、なんか AKB の皆さんにプレゼントしました。喜んで持ってると思います。なるほど。はい。ナンティパパとマンティママ、はい、これムクドンですけどね。まあこちらのパパとかママもあのぬいぐるみとかになったら、そうですね、欲しいかなと、まあ、将来的には考えてます、はい、キュートだよね。そうですね、キュートでセクシーだから、そしてね、まあ、これはこういうのってのは人それぞれのね、あの感じたもんだと思うんですけども、僕が子供の頃ミッキーに励まされたことってたくさんあったんですよね。ですから、皆さんももしいつか人生の中で大変なこととか辛いこととか嬉しいことがあった時にナインティがそばにいるといいなと、で何かあった時にあなたのナインティはですねお役に立ちますので、ぜひ可愛がってあげてください。お願いします。ライブドアニュースを見て皆さん、改めましてテリーとです。この作品見るとですね、そうか、人生ってこういうふうに生きればいいんだ、こういう逆境の時にはこういうふうな対処、こういうふうなものの捉え方をすればいいんだということが分かってもらえるんじゃないかなと思います。あなたの人生に必ず面白い役に立つ部分もあるかも分かりません。11月20日からシネクイント渋谷ですよ、公開します。来てください。私はずっといますので待っております。2週間やってます。ずっといます。待ってますよ。渋谷シネクイントです。11月20日からですよ。10億円稼ぐ待ってます。